ゆうがいさん、花火が見たい。今日はこの掛け声の意味についてです。これって有名だった花火屋の名前なんだよね。その通り。しかし玉屋は大火事を起こして失格、一代限りでなくなってしまったのです。花火のように儚い掛け声なんだね。